A 社のネットワークの様子をチェックしてみよう。よし、いいぞ。何のトラブルもなさそうだ。あれ、インターネットに接続されていません？どれどれ、なんだ、LANケーブルが外れてるじゃないか。このように遠隔から簡単に原因が発見できるのがヤマハの見えるネットワーク。それは配線状態を GUI で一目で確認制御できるコマンド入力不要の画期的なシステムです。実はネットワーク運用管理者を悩ませる LAN トラブルのほとんどが基本的なことばかりなんです。ただ現場に行かないとわからないことが多いんです。そこでヤマハの見えるネットワーク、3つの優れたポイントで管理者の負担を大幅に軽減します。ポイント1、 LAN トラブルで最も多いループ障害へのスマートな対処。このような配線状態で障害箇所を特定するのは大変な作業ですが、 SWX2200 なら GUI にびっくりマークが表示され、どこでループ障害が起きているのか一目でわかります。ループは自動的にシャットダウンすることも可能なので、わざわざ現地に出向かなくてもすぐに復旧することができます。ポイント2、トラブルの 25% を占めるのが意図しない電源トラブルや装置障害。この発見に効果的なのがスナップショット。正しいケーブル接続を保存でき、現在の接続状態に違いがあれば GUI に表示されます。ケーブルの接続状態を変更してもルーターが自動的に接続状態を認識して GUI 上のマップを変化させるので、びっくりマークが出た場合、装置障害か電源トラブルのどちらかが原因であるとすぐに分かります。ポイント3、意外と多いケーブル抜けのトラブルに効果的なのが LAN ケーブル二重化機能。この機能はルーター SWX2200 間で LAN ケーブルを2本接続しておき、万一の際のバックアップを用意しておく機能です。ケーブル抜けやケーブルの断線時でもスタンバイの LAN ケーブルに自動的に切り替わるので、 LAN 自体は継続して利用可能です。また切り替え時は管理者へメールで通知することもできます。しかも設定はご覧のようにとても簡単。このようにヤマハの見えるネットワークを使えば、 LAN 周りのトラブルの 73% に対して原因特定や解決が図れるのです。さらに端末がどのポートに接続されているかを特定することができるポスト検索機能もついているので、現場の人が勝手に PC を接続したり、スマホを使うために無線アクセスポイントを許可なく接続してトラブルになってもすぐに分かります。ヤマハの見えるネットワーク、ネットワークにトラブルが起きても遠隔操作で即解決。なるほど、さすがヤマハだ。SWX2200 とヤマハルーターがこんな便利なネットワークを実現します。見える、つなぐ、ヤマハ。